はいどうも皆さんこんばんは。 BC スウェルワイドリフト部門 ADC 担当のビビロエルことフミヤチョと、そしてサポート担当のレックスです。今回はパッチ 3.2 が適用された現環境、ビビロイヤルが考えるランク戦でおすすめ ADC ランキングを聞いていきたいと思います。イエーイ。では第5位お願いします。はい、第5位はドン、アッシュです。おお、ではアッシュが5位な理由を教えてください。そうですね、アッシュが第5位の理由はパッチ 3.2 で追加されたキーストーン、リリーサルテンポを積むことでアタックスピード、スキルヘイスト、クリティカルの全要素を持つことができるからです。では次におすすめな理由を教えてください。おすすめな理由は相手ジャングルの位置要素をエンゲージ、立ち位置の大事さなど ADC として大事な要素がいっぱい詰まってて、こいつをやれば他のキャラクターも上手くなるからです。なるほど、上手くなっちゃうんですね。そうです、ありがとうございます。次にアッシュの戦い方を教えてください。はい、連戦は2スキルのハラスを生かしたダメージトレードが非常に優秀です。また最大の魅力、ウルトからのエンゲージ、集団戦は手前から殴っていきましょう。なるほど、ありがとうございます。はい、次にアッシュの苦手な対面教えてください。そうですね、やっぱりプッシュ主導権を握られるのが苦手なキャラクターなので、カルマなどで有利を握られたくないなと思います。またブリンクスキルがないのでハード CC を持ったセトやスレッシュなんかも苦手ですかね。なるほど、ありがとうございます。では次にこのまま私が相性のいいサポートを言っていきたいと思います。よろしくお願いします。アッシュは一人でレーン耐える能力もそこそこあるので、割と何でも相性がいいと思っています。さらにはエンチャーターにも相性がいいし、ブラムも A キャンセルから早くスタンに告げれるから相性がいいです。その通りです。はい、では次にアッシュの相性のいいビルドを教えてください。はい、まあ最近ですね、まあ個人的にはスキルヘイストやクリティカルを積んで、まあリーサルテンポでアタックスピードを補填する欲張りなエッセンスリーバー、ソラリアイ、ブラッドサスター、モータルリマインダーなんかがコンパチはおすすめかなと思っております。またまあアッシュだけなんですけれども、まあスペルはゴーストが割とおすすめです。なるほど、ありがとうございます。では以上5位アッシュの紹介でした。では次に第4位お願いします。第4位はケトリンです。おお、その理由を教えてください。長い射程であるためにですね、新ルーンリーサルテンポを非常に貯めやすいからです。なるほど、はい、そういう理由で4位なんですね。じゃあ次にケイトリンのおすすめの理由を教えてください。はい、まあその長い射程を生かして連戦が強くてですね、また遠距離の攻撃スキル、ブリンク、CC があることがあり、操作難易度が低いのことがおすすめの理由です。なるほど、簡単に使えるってことですね。そうです、ありがとうございます。次にケイトリンの戦い方教えてください。そうですね、連戦はスキルや射程を生かして相手を削ってあげて、集団戦は後方からスキルを回しつつリーサルテンポを貯めて前に出てあげて、削ってあげて前に出てあげてってことですね。そうです、ありがとうございます。次に苦手な対面を教えてください。まあ苦手な対面は特にないかなと思います。本当に3スキルのブリンクが非常に優秀で、大抵のスキルをいなすことができます。なるほど、非常に強力ですね。はい、ではこのまま私がケイトリンに相性のいいサポートを紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。まあケイトリンは基本ですね、一人で連戦が強いので、うん、味方にレンジサポが来た場合はよりハラスプレッシャーを高めて、逆にスレッシュ等のエンゲージサポが味方に来た場合はキルプレッシャーを高めていくのが高めることができるので、非常に相性がいいかなと思っております。はい、では次に相性のいいビルド教えてもらってもいいですか。はい、ストームレーザー、ラピッドファイアキャノン、インフィニティエッジ、ブラッドサスター、モータルリマインダーがおすすめです。なるほど、基本的にクリティカルビルドってことですね。そうです、ありがとうございます。以上第4位ケイトリンの紹介でした。はい、では次第3位お願いします。はい、
第3位はジンクスです。ジンクス、なるほど。ではジンクスの強い理由を教えてください。はい、ジンクスが強い理由は、新ルーン、リリーサル店舗との相性が良く、育った時のキャリー力が半端ないので第3位にしました。なるほど、キャリー力が半端ないので3位ということで、ありがとうございます。はい、ではジンクスのおすすめな理由教えてください。はい、長らく使われてなかったので皆さん忘れてるんですけれども、連戦が実は強力です。また皆さんがご存知の通り、集団戦でのキャリー力はもうピカイチなので、まあ、相手にいると面倒っていうのと、なおかつプレイする際は ADC の気持ちよさを感じるのに一番おすすめです。なるほど、ありがとうございます。はい、では次にジンクスの戦い方教えてください。はい、連戦はですね、長距離 AA や2スキルでのハラスをしてあげてください。集団戦は手前の敵でリーサルテンポを貯めつつ、パッシブが発動したタイミングで大暴れしてあげて。確かにジンクスのパッシブ非常に強力ですもんね。そうですね、ありがとうございます。ではジグスの苦手な対面教えてください。はい、ジンクスですね。はい、ジンクスの苦手な対面は、まあ、ブリンクスキルがないのでエンゲージサップに弱いかなっていうので、まあ、やはりまあスレッシュだったり、まあ、ちょっと牛、アリスターが挙げられるかなと思います。なるほど、ありがとうございます。では私からジンクスと相性名サポートを紹介したいと思います。ジンクスはルルユーミカルマなどの、まあ、エンチャンターサポートですね。アーデントセンサーなど積んであげると、非常にエース曲がって非常に相性がいいかなと思っております。またカルマは、連戦でかなり有利を取れるチャンピオンなので、かなりおすすめだと思っております。その通りです。次に相性のいいビルドを教えてもらえますでしょうか。はい、まあ割ともう本当にケイトリンと一緒なんですけれども、ストームレーザーからラピッドファイアキャノン、インフィニティエッジ、ブラッドサスター、モータルリマインダーがおすすめです。なるほど、ま、ジンクスもクリティカルビルドが相性がいいということですね。はい、そうですね。あと、まあ、ルナハリとかも割と相性がいいかなと思ってます。なるほど、ありがとうございます。以上第3位ジンクスの紹介でした。では次は第2位お願いします。第2位はベインです。ベイン、ではベインの強い理由を教えてください。はい、強い理由なんですけれども、その新ルーンで追加されたクラーケンスレイヤー、リーサルテンポともに相性がいいので、相性が良いですと。でクラーケンを積んだ場合はですね、まあ、序盤から割と強いっていうのが強みで、リーサルテンポを積んだ場合は中盤からの制圧力が高いので、そういう風に構成によってルーンも変えられるのがいいかなと思います。なるほど、そういうところが結構強いということで今回2位になったということですね。ありがとうございます。次におすすめな理由を教えてください。はい、クールタイムの早い1スキルのブリンクとスタンにつながる3スキルがあるので、本当にまあこう連動が上がっていけばですね、通常の ADC がさばけないチャンピオンにも負けなくなります。なるほど、ありがとうございます。次にベインの戦い方について教えてください。はい、まあ、基本的にパッシブの3発殴るっていうことを意識してですね、あとは自分と壁の間に相手が来るようにして3スキルでスタンを狙うというのが非常に大事なキャラクターとなっております。でまたですね、ウルト中のブリンクは相手に見えなくなったりするので、そのブリンクの方向だったり、ウルト中のキルラインの見極めが本当に大事なキャラクターです。なるほど、ありがとうございます。次にベインの苦手な対面を教えてください。はい、まあ、ベインにとって、まあ、これといって、まあ、苦手なキャラクターっていうのも少ないんですけれども、まあ、逆に、まあ、有利な対面っていうのも少ないので、こう、まあ、序盤にですね、まあ、相手のこう CC チェーンだったりでデスを重ねてしまうとベインのパワースパイクを迎えられないので、まあ、相手の得意な形をさせないっていうことが一番大事かなと思います。なるほど、ありがとうございます。ではこのまま私がベインの相性のいいサポートを紹介していきたいと思います。はい、ベインの相性のいいサポートはルルユーミが非常に相性がいいと思っておりまして、まあ、やっぱり、アーデントセンサーを積むとですね、まあ、エースを補填できるので、エンチャントサポーターが非常に相性がいいと思っております。
そうですね、僕はですね勝手にやっぱルルとかガーデンドセンターを積んだタイミングがそのベインのパワースパイクだと思っております。ありがとうございます。では次に、はい、ベインの相性のいいビルドについて教えてもらえますでしょうか。はい、こちらちょっと2つ紹介させていただきますね。まずですね、相手にですね割とこうバーストを叩き込んでくるキャラクターがいる場合っていうのはですね、ですね王剣からウィッツエンドに行ってですね、その後トリニティフォースで残りの2つのアイテムで、ランディウィン王面だったり、まあ、GA だったりを積んで、まあ、割と防御的なビルドで落とされないで、集団戦を戦うっていうのが強いですと、はい、でもう一つですね、まあ、本当にフロントがしっかりしてたりして、で割とフリーで殴れる場合はですね、もう攻撃ビルド積みまくって、まあ、王剣ウィッツエンドからファントムダンサーだったりソラリとか、あとインフィニティエッジマーとか、まあ、ブラッドサーサーとかも積むのもおすすめです。はい、ありがとうございます。二通りいろいろあるということで、以上第2のベインの紹介でした。それでは1位の発表と行く前に、やっちょさんの方からですね、はい、惜しくもランキングインとはならなかったものの強いチャンピオンについて発表していただきたいと思います。はい、それではですね、まずですね、まあ、僕の動画を見てくださってる方はご存知だと思うんですが、征服者を積んだドレイブンです。なるほど、その強い理由とは何ですか。そうですね、本当にもうレーン戦からのスノーボールっていうのが非常に得意なキャラクターでして、もう育った時は相手を上からねじ伏せることができますと。本当にもうこのこいつ育った時のこの快感を味わうと、もうなかなかこう離れることができません。そうなんですよね、最高ですねこのキャラクターは。はい、で続きまして、エアリーのバルスです。うん、なるほど。ではそのエアリーのバルスがなぜ強いのか教えてもらってもいいでしょうか。そうですね、まあ、まあ皆さんもご存知だと思うんですけど、まあまあここ何パッチかもう、まあ、ずっと強いですよねそもそも。でなんかまあ脅威ビルドとかを積んでですね、もう本当にハラスっていうのが非常に強いキャラクターでして、このウルトのあと汚れの連鎖っていうのですかね、チームの CC 要因になれるというふうなところが強いかなと思ってまして、でちょっとこれ噂に聞いた話なんですけれども、はい、あのクラーケンスレイヤーを積んだですね、このクリティカルバルスっていうのが非常に強いというふうに耳にしております。そうなんで、ちょっとこれですね、ちょっと配信でやってみたいと思いますので、よければ自分の配信見てやってください。お願いします。はい、で続きまして、カイサ、クラーケンスレイヤーを積んだカイサです。はい、ではなぜクラーケンスレイヤーを積んだカイサが強いんでしょうか。はい、まあ、もちろん、カイサはですね、まあ、スキルダメージだったりですね、 AA でのダメージもありですね、まあ、いいスキルを進化させた場合はそのステレスになったりとか、あとはウルトがもう長距離ブリンクがあってとても花があるチャンピオンですと。まあもう本当に男の子だったらやっぱもうちっちゃい頃はみんな一回は憧れるキャラクターかなと思います。確かに将来の夢はクラ、違うな、クラケンスレイヤーを積んだ会社っていうのはよく聞きますよね、幼稚園児で。そうですね、でウルトで、はい、長距離ブリンクしたいって言ってました。僕もよく言ってました、うん、はい、ではですね最後にですね、悪撃を積んだセナになります。なるほど、ではなぜ悪撃を積んだセナが強いんでしょうか。はい、ですね、まあ、CS をですね、まあ、サポートに、まあ、取っていただいてですね、どちらも育つことができるキャラクターになっておりまして、まあ、グラガスだったり瀬戸シンジドなどとですね合わせることができる珍しいキャラクターになっておりますと、でただもうめちゃくちゃ強いんですけれども、このディオでこそやはり強みを発揮するキャラクターなので、今回ランキング外という風にさせていただいたんですけれども、はい、まあ、それ含めていいのであれば本当もうトップ3にも実は入るぐらいの強さがあります。そうですよね、僕と八丁さんの業でもよくやりますもんね。そう、これはそうで、しかもね結構面白い動画もこのビビロイヤルチャンネルにはですね上がってるという噂なので、こちらもよかったらチェックしてみてください。はい、お願いします。ということで以上おすすめチャンピオン紹介番外編でした。それではお待ちかねの第1位お願いします。はい、第1位はルシアンです。な
なるほど、ルシアン。それではルシアンの強い理由教えてください。はい、そうですね、ルシアンの強い理由はですね、シンルーン、はい、クラーケンスレイヤーとの相性が非常に良くてですね、もうコンバット序盤最強です。確かにかなり強いですよね、ルシアンの序盤のレイニング。ありがとうございます。次にルシアンがなぜおすすめなのか教えてもらってもいいでしょうか。はい、ルシアンがおすすめな理由はですね、全体的にスキルが分かりやすいっていうのとですね、3スキルにブリンクスキルがあるので立ち位置の調整が非常にしやすくなっております。なるほど、ありがとうございます。はい、次にルシアンの戦い方を教えてください。はい、レーン戦は1スキルでアラスをしてあげてっていうのとですね、スキルが揃うとですね、ショートトレードを繰り返してヘルスユリを取ってあげてください。で、集団戦はブリンクスキルを活かしながらもう自由にフリーダムに立ち回っちゃってくださいよ。フリーダムということでありがとうございます。ありがとうございます。次にルシアの苦手な対面を教えてください。ブリンクがあるので苦手な対面はいません。はい、ああ、なるほど、すごいですね。では僕の方から相性のいいサポートを説明していこうかなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ルシアンはどのサポートも基本相性がいいんですけども、特に言えばナミかなと思っておりまして、はい、ナミはですね、3スキルでバフをルシアンにかけ、そのルシアンがブリンクインとかでショートトレードを行うと、そのタイミングで回復とかも合わせるとですね、非常にヘルス有利を取りやすいということで、波かなというのと、もう一つはブラムが相性がいいんじゃないかなと思ってまして、ブラムのパッシブとルシアンのパッシブが非常に相性が良くて、ブラムのパッシブを発動しやすくなるということで、波とブラムなんじゃないかなと思っております。ありがとうございます。はい、では次にルシアンの相性のいいビルドについて教えてもらってもいいでしょうか。相性のいいビルドですね。結構みんな結構いろいろバラバラかなとも思うんですけれども、最近ハマってるんですで言いますと、ストームレーザー、ソラリー、チャージブレードで、インフィニティエッジで、ここをジューン、どっちからでもいいんですけども、ブラッドサスターとかセルリダになるかなと思っております。なるほど、ありがとうございます。ビビロイヤルが考えるランク戦でおすすめの ADC ランキング1位から5位でした。皆様いかがだったでしょうか。はい、アッシュだったりですね、ケイトリン、ドレイブン、ルシアに関してはですね、初心者用解説動画っていうのを概要欄に載せていますので、そちらもぜひ参考にしてみてください。はい、レックスチャンネル、ビビロイヤルチャンネルの登録、高評価をお願いいたします。お願いいたします。それではまた会いましょう。バイバイ。バイバイ。